石炭の歴史村は、北海道夕張市にあるテーマパーク。広大な夕張炭鉱の跡地を利用して作られた。マスコットキャラクターは、ゆうちゃん。1977年に、当時の夕張市条約の中田哲春が構想して、炭鉱から観光へをキャッチフレーズとして、周囲を説得し、事業が開始されることになったものであった。 1980年7月に運営母体の第3セクター、石炭の歴史村観光を設立して、同月に一部施設が開園し、1983年6月1日には、遊園地なども含めて全面的に開園した。構想を立てた、中田哲春は1979年から2003年まで6期24年間、夕張市長を務め、当事業を含めた、 炭鉱閉山後の地域活性化策を推進した。炭鉱の建港を模したシンボルタワーや日本でただ一つの模擬鉱のある夕張市石炭博物館を中心に等身大の人形を用いて炭鉱住宅街の様子を再現した炭鉱生活館や1888年に北海道町議士の坂井太郎が発見した夕張炭鉱の原点である。 石炭大路島などが園内に配置された。大観覧車やジェットコースターなどがある遊園地、アドベンチャーファミリーや2万本以上のバラが咲き乱れるローズガーデンなども併設されており、年間200万人の観光客招致を目指した夕張市の炭鉱から観光への象徴であった。また野外ステージもあり、アイ・ラブ・夕張1983年コンサートやレゲエの 音楽祭であったユーパロミュージックフェスティバル1990年の会場にもなった。当園を運営する第三セクター石炭の歴史村観光は黒字とされており自己破産を申請する直前の2006年3月期決算も同様であったが夕張市から委託料を受け取って売り上げを夕張市へ入金する業務委託契約であったためで2005年度の 石炭の歴史村観光の売上高は約13.6億円で夕張市からの委託十26.5億円の約半分と実態は大幅な赤字であった。そのため2006年6月20日に夕張市長が財政再建団体申請を行うことを表明して夕張市が事実上倒産したことに伴い石炭の歴史村観光の運営する施設は 例年より早い10月15日から閉鎖されて、冬季休業に入り、当時当園を運営していた夕張市の第三セクター、石炭の歴史村観光は、今後は委託料など市からの収入が見込めないことから、同年11月29日に、札幌地方裁判所に自己破産を申請して破綻した。夕張市の財政再検索の中で、当初は閉鎖が予定されていた。しかし、 夕張を支えた炭鉱産業に触れることのできる施設は歴史、資料的価値が高いとして内外から存続要望の声が多く上がった。そこで2007年にカモリ観光が指定管理者となり、その関連会社である夕張リ,リゾートの運営で同年4月27日に再開した。ただし、遊園地、アドベンチャーファミリーは再開されないままのざらしの 状態が続き、2008年5月から解体を開始、撤去された。2018年4月28日に2年にわたる改修工事を終え、石炭博物館がリニューアルオープンした。指定管理者は、同年4月1日より NPO、炭鉱の記憶推進事業団に移管された。2019年4月18日23時45分頃、 模擬行動で火災が発生したと通報があった。模擬行動では4月27日の今期営業開始を控え、行動補強のための溶接作業を行っていた。しかし名前は模擬とはいえ、明治時代に使われていた本物の行動を再利用したもので、炭鉱内に残る石炭や木材に引火したと見られている。5月13日、夕張市の厚谷司長は沈下したと発表した。 2019年4月現在かつては石炭の歴史村正門前にバス発着場が存在したが2007年5月に有鉄バスが2007年10月に北海道中央バスが乗り入れを廃止2019年4月有鉄バスが乗り入れを再開し新たにバス停夕張市石炭博物館を設置したありがとうございます